はいどうもハルパパです。今日はですねクラッシュロワイヤル達也さんのリプレイをお送りさせていただきます。はい、こちらのデッキでございます。穴掘り師とホグライダーを中心としたデッキでございます。今ね、穴掘り師っていうのはすごい活躍されてるんですけれども、ホグライダーをね使うことによって、この穴掘り師がね非常に生きるといったデッキでございます。こちらご覧ください。ホグマイナーなんて呼ばれてますけどもね、僕はねもうめんどくさいから、もうなんかちょっとカッコつけ系なの嫌だから、もうめんどくさいからアナホグとか言ってますけどね。ホグマイナーって言うんですかね、実際は。さあホグライダーを出して、そこから穴掘り師ですね、そして槍ゴブを投入することによってすごい攻撃力が生まれると。そしてここでフリーズで止めてくるんですけども、これフリーズがね弱体化して4秒間、そのぐらいちょっと短くなってしまいましたね。もう戦力そのまま生き残って、このポイズンとホグライダー、槍ゴブリン、これはとてつもなく強力な攻撃、これをもうね耐えられることができなくて、ミエアルイナタワーが落とされてしまうと。はい、あっという間ですよね。そのホグライダーとそのポイズンの掛け合わせも強いですけど、槍ゴブをね後ろから置くことによってね、これが本当に非常に強力ですね。そしてここでペッカと、なんだこれ、ウィザードですね。まあね、このね、重量級っていうのも、結構ね、アップデートを重ねてきて、どんどんなんか弱体化ではないんだけども、なんか今最近そのペッカとかって使われてないですよね、そんなには。ゴーレムはね、でも使われてる人多いかもしれないですけども、ペッカってのはやっぱね、どうしても、コスト1のね、スケルトンとかに引き寄せられちゃったり、そういう効果があるので、なかなか使いづらい面あるのかなと思います。はい。でもこんな感じで、まあね、こちらのね達也さんのデッキに関してはすごいコストが軽いので、平均コストですね。なので、アイスウィズで防衛しながらさらにまたアイスウィズを追加で出せるとすごい軽いと、なんかこういいですよね、こういう面が。そのやっぱペッカデッキとかに対してはすごい軽量デッキっていうのは本当に有効なのかなと思います。はい、ここでポイズンをかけての、タゲソラシと。はい、竹忙し、このねポイズンっていうのはやっぱり毒のダメージもあるし、動きがねとにかく遅くなるというのもね、これもかなりね有効な部分じゃないかなと思います。はい、向こうは非常にもう強力ですね。これホグライガーゴイルを添えてホグライダーですからね、これね、ガーゴイル、ただしもうすぐポイズンでちょいと、まあでもかなり与えましたね、1500ぐらい与えたんじゃないですか。はい、ただね、このね、アリーナタワーをね、初手で、もう一発で落としたのはかなりね、大きいですね。あ、ここで、有名なあれですよ、バルキリーエレベーターじゃない、エスカレーターですよ、これ。これも非常に強力ですね。もうすぐ落とすんじゃないですか、これ。いや、これすごい。俺も真似しよう、これ。このデッキ強いですね。このバルキリーを後ろから押すっていうのね、これね、誰考えたんですかね、これ。でも頭いい人いるもんですね、これね。さあここで向こうは怒涛の攻撃をしてくるが、とてもじゃないけどこう守られてしまうと、やっぱりこのペッカねターゲットそらされてしまいますからね。その点やっぱゴーレムのがね、直接もアリナタワーに向かうので、もう使用があっていいのかなと思います。はい、というわけで今回はね、達也さんのリプレイをお送りさせていただきました。編成を、おっとどこ行った、どこ行った、達也さんこちらですね。編成ね、もう一度こちらご覧ください。穴掘り師、ホグライダー、ザップ、ポイズンと。まあ、こんな感じですね。最近なんか防衛で、バルキリーとアイスウィズ入れとけば安牌みたいなとこありますからね。はい、よかったら使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。